どうもミニマリストたけるです。本日はですね、ミニマリストエリサさんに取材していきたいと思います。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では簡単に自己紹介をお願いします。はい、白の魔法使いエリサということで YouTube をやっております。北海道から来ました。はい、はるばるありがとうございます。で、あと僕自身ですね、そのエリサさん の、 あの著書、はい、本を読んだことがあって、あのだからすごい光栄です。はい、ありがとうございます。YouTube にも私の本のリンク貼ってくださって、はい、そうですそうです、感激しました。あ、いいいい、なんか本当に僕自身そのミニマリストになる上でいろんな本読んできたんですけども、まあ渋さんしかり、エリサさんの本もすごく僕のミニマリズム人生にいい影響を与えてくださったので、ちょっとリンクを貼らさせていただいております。皆さんもよろしければご覧ください。はい、ということで、今回はですね、ちょっとエリサさんに、まあ、お片付けのお話だったりミニマリズムのお話をちょっと聞いていこうと思うんですけども、はい、ちなみにエリサさんってミニマリスト歴みたいなのってあるんですか？ミニマリスト歴は、はい、6年かな。2013年に目覚めたので。ほうほうほう。あ、じゃあもう流行語大賞にノミネートされるちょっと前ぐらいから。結構前ですね。あ、なるほどなるほど。で、きっかけはざっくり言うとどんな感じだったんですかね？ざっくり言うと、はい、トランプ一つで短期留学行ったのがきっかけです。実際物が多かった時代もあったわけですか？ありました。お、具体的にどんなものが多かったんですかね？子供の頃はぬいぐるみも多かったし、はいはい、あ、なるほど。服も多かったし、うんうんうん、あと多かったのが、はい、ものづくりの材料、折り紙とか紙粘土とか、はいはいはい、ものを作るのが好きだったので、なるほどなるほど、そういうのが溢れてって床が踏み場なくなってました。なるほど。実際にそのものが多かったとき、なんかこれすごく大変だったなとか、すごいストレスだったなみたいなのって何かありました？掃除が一番ストレスで。なるほどなるほど。例えば、はい、床に掃除機をかけるにしても、もう100、200、300のものを避けないと、はい、掃除機かけられないんですよ。なるほどなるほど。そしたら、はい、掃除機かけるだけで1時間とかかかるじゃないですか。まあ、そうですね。だから一大イベントになっちゃって、で結局はやりたくなくなる。はいはいはい。もうめんどくさくなりますよね。そうそう、っていうのが一番良くなかった。で、今は実際ミニマリストになって、まあ、すっきりしたお部屋に住まれてるわけじゃないですか、はい、で昔はお掃除がめんどくさかったっていうことなんですけど、今どうですか、お掃除とかは？今もう5分でツルンってかけられるんで早いですよね。もう楽ちんだし、お掃除が楽しくなりました。あ、なるほどなるほど。今でもちょっとめんどくさいけれども、はい、物を避けてこうやってっていうのがなくって、まあ、ちょっと持ち上げたり、はい、少し置けたりはあったとしても、はいはい、ざーっと一気にかけられるんで、ストレスはかなり少ないです。それがいいですよね。なんか本当物がたくさんあると一回どけて掃除してまた元の位置に戻してとかってすごくめんどくさいじゃないですか、うん、そう、本当はやりたくないんですけど、やっぱ物を減らしてからすごく楽になったなっていうのはありますね。で、続いての質問なんですけども、あのエリサさんがじゃあミニマリストをちょっと目指そうかなってなった時、どんなことから取り組み始めたとかってありますか？どんなものから減らし始めたとか。一番最初は服だったと思います、はい、あ、なるほどなるほど。服昔どれぐらい持ってたんですか？もしかしたらちょっと記憶違いがあるかもしれないんですけれど、はいはいはい、300とかはすごいですね。と思うんですよね。それは、何年前ぐらい？6年前とか7年前ぐらい、なんか直前ってことですか？6年前のミニマリストに目覚める前にシンプルライフに目覚めた時期があるので、はいはいはい、その時期でも一応減らしてるんで。あ、なるほどなるほど。多分10年前ぐらいになりましたね。その時に300とかそれぐらいあってっていうことなんですよね。まあ、もちろんその女性だからやっぱ服は増えやすいとは思うんですけども、まあ、それでもやっぱり300もあったら絶対着ていない服とかあるじゃないですか。はい、だから多分大変だったと思うんですけど、どんな風に服を減らしていったんですか？なんか気をつけたこととかポイントとかってありました？段階踏んで減らしていったんですけど、はいはいはい、まず最初は、はい、例えば破けてるとか、チャックが壊れてるとか、はい、あと毛玉がひどくて、はいはい、もう取っても取っても切りがないだとかで、根本的に着用が、はい、難しいんじゃないかなと思うものをまず減らしました。まず減らして、はい、あの気軽に減らせたんですよ。はいはいはい、これはいらないよねって判断が楽だった。それらを減らしたら、はい、今度は例えばちょっと流行に遅れてるだとか、体型に合わない、はいはい、あとサイズが合わなくなったとか、はい、そういうのを減らして、
そこまでいったら60着ぐらいかな。おお、じゃあもう250ぐらい減らしたっていうことですね。はい。どれぐらいかかったんですか、そこまでに行き着くまでに。減らすことだけに集中できたわけじゃなくて、はい、空き時間でちょこちょこと減らしてたので、はいはい、私は何年かかかったと思うんですけれど。なるほどなるほど。でも60着から本当に絞り込んだ、はい、1回一番少ない時で13着まで減らしたんですけど、はい、すごい減らしましたね。ちょっとそれ減らしすぎて、はい、なるほど。ファッションが楽しくなくなったんですよ。あ、はいはい、なので、はい、60着から13着に行くまでは、はいはい、3ヶ月くらいだったかな。結構短いスパンで一気に減らしたんですけど、はいはい、13着に減ったら服を選ぶのが楽しくなくなって、そこでちょっと調整した結果、はい、私のベストが20着前後っていうのに落ち着きました。なるほどなるほど。エリサさんの中では20着ぐらいがベストかなっていう感じですかね、はい、そうですね。私の暮らしだとかだと、はい、20着あればおしゃれを楽しんで、はい、過不足なく暮らせる。なるほどなるほど。が大体目安として20着ぐらいだよっていうことですね、はい。まあ、本当にこれから服を減らしたい方はぜひ参考にしてみてください。で、他にも例えば服以外にも何か捨ててよかったなと思うものだったりとか、これ捨ててすごいなんか生活が変わったなとかっていうものってありますか？あります、はい、ベッドですね。あ、ベッド。折りたたみベッドを使ってたんですけど、はいはいはい、折りたためるからコンパクトになるって思ってたんだけど、結局は折りたたむ手間がめんどくさくて、確かにずっと折りたたまないままみたいな。そうそうそう、結構重たいんですよね、はいはい、あ、確かに。ガシャンってやりづらい。しかも折りたたんでもそれなりの大きさがあって、はい、で部屋を占領してしまう、はいはい、しかもその広げたままで置いておくと、うん、ベッドの下にはホコリが溜まって、確かにベッドの下まで掃除するのがストレスになってきた、うんうん、あ、めんどくさいですよね。めんどくさいですよね、はいはい、避けてまで掃除しようって毎日は思えないじゃないですか、はいはい、それでそのベッドを手放したんですよ。で最初は布団で寝てて、はい、じゃあベッドないってこんなに部屋を広く使えるんだなって思って、はい、でさらに進んで今寝袋で過ごしてるんですけれど、はい、もう畳んだらこのぐらいコンパクトになりますよね、はい、もうクローゼットの上の棚にポンって乗せておいてしまえるんで、はい、なんて言うんでしょう、空間をとにかく広々と使える。なるほどなるほど。多分視聴者さんが一番気になるのは寝心地だと思うんですけど、ミニマリストエリサさんの中ではどうですか、寝心地は。寝心地なんですけど、はい、私は寝袋を寝心地に我慢して使ってるとは今思ってなくて、はい、例えば、はい、有名な高級ホテルに泊まって、はい、素晴らしいベッドで寝ても、別に取り立てて、うわ寝袋と違って気持ちいいとも思わないし、へ、鈍いのかもしれない。私の、はい、あの一緒に暮らしてるケンさんが、はい、10万円くらいするマットレスを買ったんですよ、はい、で届いた日にわーっていいねって言って私もちょっと 寝かせてもらったりとかして、はい、ケンさんはすごく気に入ったらしいんですけど、私は取り立ててあのどうこう思うことはなくて、おなんかそんなに今と変わらないじゃんみたいな感じですか。むしろ、はい、あんまりなんて言うんでしょう、下にこうぼよくつけない方が快適、快適。もしかしたらなんか骨格によって、あのなんて言うんでしょう、床の健康法が向いてる人と、なるほど、向いてない人がいるって聞いたこともあるんで、はいはいはい、向いてるのかもしれないけれど。そうですね、僕も一回床で寝る生活みたいなのやったことがあるんですけど、あの尾脊骨がすごく痛くて床に当たって、あ、もうこれ自分向かないなと思ってやめちゃったんですけど、本当向き不向きがあるっていうことですね。そう思います。あとは今使ってる寝袋が布団のような寝心地っていう歌い文句で、あ、はいはいはい、ダウン使っていて、うーん、結構厚みのある寝袋としては大きいものなんですよ。はいはい、薄いのを使うよりもやっぱりちょっとクッション性のあるようなものを使うのは結構おすすめだよって感じですかね。そうですね、私はその程よい厚みのある寝袋を使うことによって、はいはい、寝袋で寝ることのストレスを全く感じなくって、もしかしたら薄いので寝てたら、はいはい、無理って思ったかもしれないんですけ ど、 なるほど、今がちょうどいいぐらい、今はあの満足してるし、むしろ普通の布団で寝ると、はい、寝相が悪くって寒い思いをしてたから冬すごい暖かくて夜中に目が覚めることがすごく減ったんですよ。そういう意味で言うと
良かったなみたいな。むしろ健康に貢献してくれてますね。あ、なるほどなるほど。はい、ありがとうございます。逆にですね、エリサさんがその捨てるのに困ったものというか苦労したものっていうのは何かありますか？実際捨てたもので、あ、そうですね、捨てたものでこれなかなか捨てられなかったけどちょっと勇気を持って捨てたらよかったみたいなようなものとか。あまり躊躇はしてないあまり躊躇したことはもう結構バッサバッサいけるタイプですか？躊躇は、はい、そうですね、もうこれは必要ないって思ったら、はい、もう自分の中では必要ならって、今までありがとうっていう気持ちで離れるので、そこまで、はい、ただ逆に、はい、そのために捨てられずにいるものならあります、はい、あ、なるほどなるほど。例えば車とか。ああ、なるほど。暮らしの上でないと不便な、はい、例えば私の住んでる場所はすごく利便性がいいんですけど、はいはい、実家が悪いんですよ。あ、なるほど。あと娘の場所が悪い。そうなると車が、ね、車がなければ会いに行きづらくなってしまうので、はいはい、なかなか難しいですよね、車って。そうなんですよね。そう、交通の利便性とか考えると、もちろん電車とかで全然移動できるんだったら手放してもいいのが、そのご両親に会いに行くとか娘さんとか息子さんに会いに行くときに必要ってなっちゃうとなかなか手放せないですよね。そうなんですよね。ただ今計画としては、はい、例えばレンタカーを借りるとか、はいはい、カーシェアリングをするとか、あとはパッと行きたいときはタクシー使うとかで、あ、なるほど、できないかなっていうのは念頭に置きながら、ただ私そのタクシー会社に電話するとかを面倒くさく思う方なので、はい、確かにちょっと面倒くさいなとは思いますよね。だから日本にウーバーみたいなのが導入されたら車が手放しやすくなるなって思ってます。確かにそうですね。今って日本なかったですよね、まだウーバーの。ないですよね。そうですよね、うん、だからもう都心からどんどん広まっていって、ね、なってくれたらいいですけど ね。なので、まあ、エリサさんの今の課題は車をどうするかみたいなところってことですね、うんうん、はい、はい、ありがとうございます。逆にそのミニマリストってなんか結構物を減らしがちなイメージがあるんですけども、まあ、先ほどもちょっとインタビューでもお話ししていたのが、エリサさんは結構ブラッシュアップをなんかする方って聞いたんですけども、なんか買って良かったものとかって何かありますか？例えば最近でもいいですし、今まで買ってきたものでこれは本当におすすめだよっていうものが何かあれば。買ったことで、はい、かえってシンプルになるものってはいはい、はい、あるなぁと思います、はい、例えば具体的にスマホなんかはまさにその代表例だと思いますし。確かにそうです ね。本も読めるし、はい、カーナビ代わりにもなるし、カメラもなくても撮れるし、はい、何でもできるから、スマホ一つで減ったものはものすごく多いですよね、うん、僕自身も本当にスマホを持ったことによってなんかいろんなもの捨てられたなと思って、うん、それこそ腕時計も僕捨てたんですけど、あとカレンダーとか、うん、あとまあ手帳だったりとか、うん、もう本当スマホっていろんな機能アプリがあるから、うん、本当にミニマリストにとっては必需品みたいなところありますよね。そうですね、物理的に減らせます、うん、スマホ。そうですね。あとは、はい、僕気に入ってたのが、はい、お財布ポシェットで、ほうほう、お財布をコンパクトにしたいっていう発想から、うんうんうん、カバンにお財布の機能をつけたらどうかなって、多分かけるさんのスマホに、はいはいはい、お財布の機能をっていうのと一緒だと思うんですけど、はいはい、そうしたことによって、うんうん、すごく快適になったんですよね。2つの機能を1つに合わせたものを持つことで、はいはいはい、かえってシンプルになることができる。あれはまた一つ面白い発見でしたね。なるほどなるほど。だから本当に物を減らすっていう意味でも、なんか多機能なものだったりとか、なんか一つで二つの機能があるようなものを選んでいくと、物も減らしてなんかいいのかなっていうふうに思いました。そうですね、そういうこともあるなぁと、はい、もっと究極言ったら、はい、そのもの自体がいらない暮らしをするっていうのも発想としては、ね、そうですね、必要だと思うんですけど、確かに確かに、どうしても必要なものはそうやって減らしていけますよね。そうですね、はい、ありがとうございます。最後にですね、エリサさん自身がそのミニマリスト歴6年ということなんですけども、はい、今までのちょっと人生を振り返ってミニマリストになってよかったなと思うことだったりとか、その物を減らす前と後で何か変化があったこと、メリットみたいなのをちょっとお話ししていただきたいんですけども、何かありますか？圧倒的に時間が増えたなって感じてます。はい、まあ皆さんね、そう言いますよね。そうそう、はい、何が嬉しいかって、やりたくないことをやる時間が減って、その分やりたいことに時間を当てられるようになったっていうところが、はい、
ミニマリズム、はい、追求してよかったなって部分です。掃除も楽だし、そうですね、で余計なことしなくてもいいし、はい、圧倒的に時間が、楽しいことをする時間が増えた。確かに確かに。ちなみにそのエリサさんは、まあ、その余裕のできた時間で今後なんかどんな風にしていきたいとか、なんかこんなことに時間を使いたいみたいなのって何かあるんですか？ YouTube ですね。あ、 YouTube YouTube が楽しくて仕方なくって、はいはい、生み出した時間を、はい、YouTube 作る時間に当てたくて。あ、なるほどなるほど。でもこれからどんどん力を入れていくみたいな。そうです、喜んでもらえる。私はあの仕事であるバルーンアートも同じように、はい、あの喜んでもらえる世の中をいい風に変えていけるってところがすごくモチベーションで。なるほどなるほど。もちろん今もそれを思いながらやってるんですけど、やっぱり物理的に直接会わないと伝えづらいツールなんだけど、はいはい、YouTube は一つ一本出すだけで、はい、多くの方、はいはい、すごくたくさんの方に幸せを届けられるから、ね、はい、喜びの声が届くとすごくやりがいとか幸せを感じられるので、そうですね、それをいっぱいやりたい。あ、なるほどなるほど。はい、ありがとうございました。ということで今回はミニマリストエリサさんにいろいろインタビューしてきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ということでまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。